はい、どうもー、毎日ポジティブ135回目でございます。よろしくお願いします。さあ、コメントは残念ながら本日もなかったです。ありがとうございます。ということで、本日ですね、皆さんにお話しするお話はですね、見てないようで人は見ているというお話をしたいと思います。なぜこれをですね、僕は思ったのかといったらですね、まあ、昨日もあったんですけど、この毎日ポジブ、だいたい1日ですね、何の告知もしないでこうアップするとですね、だいたい15ぐらい、視聴回数15からまあ18ぐらいのですね、方々が見ていただいてる。まあ僕も一回見ますから、まあ実際14から15とかそんぐらいだと思うんですけども、まあこれが少ないなぁとは思うんですけど、でもちゃんとコアな方はしっかりと見ててですね、で、まあ、昨日もですね、あ、この方見てるんだみたいな人がですね、実は見てて、で、あの時のあの動画で今こういうふうに実践してるんですという話をしてくれたりとか、あれ今日あげましたっけ、でもそのいつもの時間、だいたい僕6時ぐらいにアップするんですけど、6時ぐらいにアップされてなかったら8時ぐらいで、あれ今日まだアップしてないですよね、というふうに気にかけてくれる方が実際にいらっしゃいます。はい、僕がこれ自己満でやってると思って、自分がとりあえず毎日やらなくちゃいけないと思ってやってるものが、まあもうそういうふうに思ってやってないんですけど、ちゃんと見てる人がいるんだということを再認識されるわけですね。そうやってすごく僕は嬉しいし、逆に言うとすごく責任だと思うんですよ。これある意味世界中の誰でも見ようと思えば見れる、毎日ポジティブと検索したら僕が出てくると。これはどの場所、世界どの場所行っても見れるものだと思います。そういうものに対して、いやどうせ誰も見てねえからと思って発信するのと、いや全世界の人が見てるんだと思って発信するのでは大きく違うということです。まあ何でもそうです。例えば仕事場で掃除をすると、トイレ掃除をする、別に 誰に言われてやってるわけでもない、だけど掃除をしたいからする、でもその掃除をしたいからしてる人の掃除してる姿を必ず誰かは見ています。間違いないです。それはなぜかといったら、絶対に毎日トイレは誰かしら1回以上は使うからです。その時に綺麗だったら、あれすごい綺麗になってるなと、あれ誰も掃除してないのになんでいつも綺麗なんだと、きっとそれで朝早く行った時に、もしかしたらその人がトイレ掃除してる姿見た時に、あの人がやってくれてるんだと、本当にそれをですね、言葉にはしないかもしれないですけど、みんなそれを感謝の気持ちを持ったりとか、あの人本当素敵だなというふうに必ず思ってます。はい、どんなことだとしてもです。自分しか見てないところでも自分が見てます。はいね、誰も見てなくても自分が見てるんですよ。じゃあ自分が見てて、じゃあそのことを自分がやったことをですね、じゃあ他の人に言うのか、言わないです。でも自分は見てるんで、ね、そこで妥協したりとか、そこでなんか悪いことしてたら、ずーっと心の中に残りますよ。ああ、なんとか、ああだったな、こうだったな。でもそれをしっかりとやると決めたことをやり通す人であれば、きっと誰も見てなくても自分の中で、よしと、これできてると。それが自信となって、言葉となって、表情となって、それがオーラとなって人に伝わると思うんです。僕が毎日この毎日ポジをやると決めてやり続けてることが、ことで、もちろんこれを見てくれてる人もそうですけど、僕はいろんな面ですごく自信を持ててるものになってます。昔ブログをやると言って1ヶ月間やったんですよ。一応目標1ヶ月と掲げて1ヶ月間やって、僕はそこで終わりにしてしまったんですね。まあそこでそのままずっとやり続ければよかったんですけど、そこで僕はもう終わりにしてしまったと。でもそれを見てた人が、なんで終わりにしちゃったんですかと、継続してないですよねというふうに見る人もいるんです。はい、僕は毎日ポジティブやると言ったら毎日あげます。はい、それは僕のすごく自信になってるし、言ったことがしっかりできてることがすごく、僕はもう嬉しいなと思うし、それで見てくれてる人もいるので、なのでどんなことでも全て見てる人がいる。最低一人というのは自分です。以外に他の人も見てるんで、なのでその責任を持ってやろうよと、そういうふうにしていった方がきっとその人は素敵な
人間力のある溢れた方になるんじゃないかなと思っております。それをですね、昨日ちょっと実感しまして、実際に僕がこういうことを毎日ポジティブでこういうのを言ったら実際実践してくれる人いるんですよ。めちゃくちゃ嬉しいなと思ってですね、もっともっと僕が影響力を及ぼせば、こういう後の動画もどんどん視聴回数増えてって、それでみんなが何か行動に移してよかったなと思えたら、僕の生きてる意味があるなと思っております。ということで本日も毎日ポジティブ、見てる人は絶対にいるんだという話でございました。以上、毎日ポジティブ135回目でございました。ご清聴ありがとうございます。